皆さんこんにちは。前回はサインの加法定理をやりました。今回の授業はコサインの加法定理について説明していきます。はい、ではね、コサインの加法定理について説明しますと、コサインの加法定理は二つあります。コサインカッコアルファプラスベータとコサインカッコアルファ引くベータね、サインの加法定理と同じように二つあります。まずコサインの加法定理の覚え方を説明します。

この部分ですコサインカッコアルファプラスベータねここがプラスのときこの符号コサインのセットとサインのセットの間をつなぐ符号はマイナスに入れ替わるということです覚え方としてはねコサインのセットサインのセットここの符号をよく見て符号が入れ替わるこうやって覚えていけばいいあとはねアルファベータの入り方、えー、サインの過法定理で説明したようにこうやればいいんですアルファベータアルファが先ねベータがあとね アルファベータ、このまんまアルファベータで入る。後ろも、そのまんまアルファベータで入る。これがコサインの加法定理の覚え方です。じゃあ、丸二番の方も同じ仕組み、同じ構造になっているでしょう。コサイン括弧アルファ引くベータイコール。コサインの二個ワンセットね。そして、後ろがサインの二個ワンセットです。そして、ここの符号が大事なんです。アルファマイナスベータ、アルファマイナスベータで入ってきたときには。 コサインのセットとサインのセットをつなぐ符号はマイナスからプラスに入れ替わりますここの符号のミスがないようにしてくださいそれが一番大事です、えー、注意点としては今説明したことが書いてあるね符号が変わるということですではこの今日の授業はねコサインの加法定理の丸一と丸二をマスターしていくことにありますではそろそろ例題に入っていきます はい、ではね例題を確認していきましょう。コサイン十二分の π の値を求めようです。十二分の π って何度だったっけ？十二分の π。π は百八十度ね。あ、もっと簡単な言い方をしようか。六分の π は確か三十度。六分の π は確か三十度ね。それの半分が十二分の π ね。六分の π の半分が十二分の π だから三十度の半分十五度のことなんですね。ではまず 12分のねこれは実は1 5度のことなんです。1 5度ね。1 5度というのは有名確で表すことができるんです。え6 0度引く4 5度ね。あるいはね 45度引く30度でやってもいいんです。45度引く30度でもね、60度引く45度でもいい。有名角を使って15度、つまり12分の π が表現できるわけです。サイン全開の。 サインの加法定理の例題もそうだったんです。有名角を用いて計算する角を表していくわけです。そして回答としてはね、こういう書き方でいいんです。無理にね、この法を使わなくてもいいんですよ。無理にこの法を使わなくても、コサインの十二分の π とコサインの十五度は当然。 同じ値になります角度の表し方が違うだけでねはいそうすると今回はここがマイナスですから注意してくださいねマイナスですからコサイン括弧6 0 ° 4 0度マイナスねコサインの加法定理を使っていくとコサインのセット符号が変わってプラスサインのセットになっていくわけですじゃあコサインのセットを作ってみます。コサインのセットを作っておくよ 作っていくと60度45度はそのまま入ります60度が入って45度が入りましたコサインのセットが先に入る角度はそのまんま60度45度が入ってるねで符号が注意ここプラスですプラスに符号が変わることに注意後ろがサインのセット角度はそのまんま入ると いいですねサインのセット角度そのまんま入るここマイナスからプラスに変わるここが、ね、サインの加法定理と違うところね符号が変わってしまうのがそこしっかり押さえておいてくださいあとはもうこの三角形たちは完璧に覚えたよねコサインの60度は2分の1コサインの45度がルート2分の1サイ,ンえサインの60度が2分のルート3 そしてサインの四十五度がルート二分の一。今ちょっとね背中に影になっていたと思うんで、一回ねここをしっかりと見て確認しましょう。コサイン六十度二分の一、いいですね。コサイン四十五度ルート二分の一ね、プラスがやってきてますね。サイン六十度二分のルート三、サイン四十五度ルート二分の一ね。そしてもう通分状態が始まってます。分母が揃ってるから二ルート二分の ルート3プラス1の順番で書いておきますあとは有理化をする有理化をするときには分母分子にルート2をかければいいわけですよねそうするとちょっと黒板の下の方ね詰まっちゃったんだけどはっきりと見えるかな はい、2ルート2分のルート3プラス1の分母分子にルート2をかけて最後に分母の有理化をやってます。はい、分母はこれで4になりますね。分母は4分のです。分母4分の2ね。はい、ここはルート3とルート2がかかってルートの6です。1とルート2がかかってルートになりますね。 これが求めているコサイン12分の π つまりコサインの15度のことですはい、まず、えー、この例題というのはコサインの加法定理をしっかり覚えて使えるかどうかの練習問題だったわけですはい、例題の解説しっかりと分かりましたかでは例題の解説はここまでとします はい、では練習問題を確認していきましょう。コサインアルファイコール5分の3、アルファは0より第2分の π より小、アルファは第一象限の角になっています。そしてコサインベータイコール13分の12ね。そしてこのベータもこの小括弧内のベータね、これは第一象限の角であることを言っているわけです。この時きコサイン括弧アルファタスベータの値を求めろです。当然 コサイン括弧こアルファ足すベータが現れれば。コサインの加法定理を使って、ばらしていきますよね。コサインの加法定理を使って、これをばらすと。コサインアルファコサインベータのセットと。サインアルファサインベータのセットが出てくるわけです。では、この式の値を求めるっていうのは、どういう問題なのか。ここをちょっと押さえておきましょう。コサインアルファコサインベータの値は分かってるんです。サインアルファとサインベータの値が分かれば。 コサインの加法だからこすることがでできるわけですこの問題の本当の本当のねポイントは加法定理より今書いている赤のチョークで書き込んだポイントサインアルファサインアルファとサインベータねサインアルファサインベータの値を求めるなんです。 これがこの問題のポイントです。では、コサインアルファが五分の三からスタートして、サインアルファの値を求めます。それが終わったら、コサインベータイコール十三分の十二から、サインベータの値を求めに行きます。はい、コサインの意味は斜辺分の底辺ですね。そうすると、ここに直角三角形を書いてやればいいわけです。直角三角形をちょっと書き込みますね。 斜辺が五、底辺が三、ここの角がアルファです。斜辺が五、底辺三ね、アルファは第一象限の角ね、鋭角です。コサイン五分の三になってますね。はい、直角三角形の高さは、もうこれはすぐに気がつきますよね。三平方の定理を最初に習った時の直角三角形、これ四です。五四三ね。はい、これでサインのアルファは五分の四が分かったわけです。 では次、十三分の十二の方ね、コサインベータね。コサインベータの方は、ちょっと潰れるわけですね。 はい、コサインベータが十三分の十二でベータは第一象限の角鋭角ですね。直角三角形ができています。斜辺十三、底辺十二ね。三平方の定理を使うとここの長,長さは斜辺の二乗斜辺の二乗を引く底辺の二乗。はっきり見えるかな？斜辺のルート、えー、ルートつけてありますよもう。 斜辺辺ののの引くことの底二乗ねそうするとこれが実はルートの中身はね169引くことの144で実際ルートの中身は25なんです。イコール5ですいいかなちょっとこの13の事情のところが小さいからはっきり見えるようにもう一回書き,書き直しておきます。 さっきよりは少しはっきり見えるね。はい、これでコサインの、えー、ベータが十三分の十二に対してサインのベータは高さが今五と出ました。ではここにね、えー、両方まとめて入れておきます。サインのアルファはこの直角三角形から五分の四。そしてサインのベータは。 この直角三角形から十三分の五ですね。はい、サインアルファ五分の四、サインベータイコール十三分の五、はっきりと見えますね。はい、これでサインアルファサインベータの値が出ました。あとは今日のテーマであるコサインカッコアルファ足すベータの加法定理しっかりと書き出せるかです。ではコサインのカッコアルファ足すベータね。 ここプラスですから、注意してくださいね。プラスですからね。コサインの加法定理、ここプラスだと書き下していくと符号はマイナスに入れ。入れマイナスに入れ替わります。そして。最初は。コサインのセットが入る。コサインアルファ、コサインベータが、コサインのセットが入ります。プラスですから、ここ注意。符号が変わってマイナス。入れ。コサインの加法定理、コサインかっこアルファ足すベータ。 のののセセッットトがが入るプラススだからマイナスにして後ろがサインのセットですね、はい、そうすると最初に与えられた五分の三と13分の12をここに代入します。 はい、コサインアルファが五分の三、コサインベータが十三分の十ね、代入されました。引くことのサインアルファはここにはっきり見えるね、五分の四。かけることの十三サインのベータが十三分の五です。とこれは分母が六十五で通分状態になってます。六十五分の分子をはっきり見てください。 三かける十二、三十六ね、三十六。三十六から二十を引くと、十六です。はい、この式の計算、もう一回確認しましょう。コサインアルファ、コサインベータの、コサインアルファ五分の三。コサインベータ、十三分の十二が代入。引くことの、サインアルファ、サインベータの箇所には。 ここに計算して得られた sin アルファ五分の四 sin ベータ十三分の五が代入されている。分母は五かける十三で通分状態六十五分ので入りました。分子は三十六引く二十で十六ですよね。これがこの問題の cos アルファプラスベータの値となるわけです。はいこの問題は cos の加法定理がしっかり理解できているのいるかどうかそして三角比の求め方の基本ねこれは。 えー、三角関数の計算が始まったときに言ったんです。三平方の定理を使って三角比を一瞬で決めようと、その復習も入ってたわけです。はい、ではこの練習問題しっかりと復習しておいてください。はい、ではね今回の授業のまとめをしておきます。まずコサインの加法定理をしっかり覚えてください。コサインの加法定理で注意するのは コサインカッコアルファプラスベータカッコ内がプラスだと加法定理を使ってバラしたときにここの符号がマイナスに入れ替わりますコサインカッコの中身の符号がマイナスだったら符号が入れ替わってプラスになりますあとは最初に来るのがコサインのセット後ろに来るのがサインのセットねここをしっかりと押さえておいてください特に今回やった練習問題の方ねこれは十分に復習しておいてくださいそれではこれで今日の授業は終わりにしますはい皆さんお疲れ様でした